この厚み、そしてフルフルした感じ。口に入れた瞬間、ふわっふわっ。皆さんこんにちは、ムシ杉原です。今回は今韓国で大流行、1000回混ぜて作るふわふわスフレオムレツを作りたいと思います。1000回混ぜるというのは、卵白をふわふわのメレンゲに仕上げることなんですが、今回はハンドミキサーを使わず自分の手でふわふわのメレンゲを作りたいと思います。まずは卵、今回は2つ使います。黄身と卵白に分けてください。卵は新鮮で冷えたものを使ってください。なぜならきめ細やかなメレンゲが出来上がるからです。ということは、オムレツの生地もきめ細やかなものが出来上がりますよ。さあ、メレンゲを作っていきます。さあ、このメレンゲを作るときにポイントが3つございます。まず1つ目、ボウルや泡立て器に水や油がついていないか確認する。これ水や油がついていたらふわふわのメレンゲできませんからね。そして2つ目、空気を入れるようにかき混ぜる。もうふわふわになる生地イメージしながらかき混ぜてください。そして3つ目のポイントは、頑張る、ひたすら頑張ってください。さあ、400回ほど混ぜてきましたので、ここで砂糖を入れましょう。この砂糖なんですが、卵白の泡を壊れにくくするという作用があるんです。これを入れてさらに混ぜていきましょう。ちょっとしんどくなってきた。片方の手やりましょう。さあ、1000回かき混ぜました。このようにメレンゲを繰り返しても落ちてこない、これがメレンゲ完成の証です。さあ、黄身には塩を一つまみ入れます。なぜ入れるのかと言いますと、黄身の発色、黄色の発色が良くなるからです。まあ、この後メレンゲと混ぜてクリーム色にするんですが、その時に黄色の発色を保つために入れます。ではメレンゲに黄身を入れて混ぜます。しょ、混ぜていきますと、あ、クリーム色になってきました。黄色の色も持っていますね。ではふわふわのオムレツに焼き上げていきます。フライパンにはバターを敷いてください。そしてフライパンの上に流します。とおお、ここを平らにして、フライパンの蓋を閉めます。この時火の強さは弱火にしてください。じんわりじんわり焼き上げていきましょう。さあ、3分経ちました。さあ、蓋を開けてみますと、お、膨らんでおります。さあ、これを折りやすいように一回離して、ではでは半分に折りますよ。
伝わりますか、このふわふわ感。いいですね。さあ、これに蓋をつけてもう1分ほど焼き上げます。さあ、どうでしょう。お、来ました、来ました、これふわふわ、よいしょっと、ちょっと整えて、来ました、韓国で大流行、ふわふわスフレオムレツの完成です。ではいただきます。もうふわふわすぎて、うわ、ほんとよ、ちょっといただきます。口に入れた瞬間、ふわふわとなっていって、そしてじゅわーっと溶けていく食感、もうこの新食感、オムレツにあったんでしょうか。見てください、このきめの細かさ、口の中でシュワって溶けていくんですよ。いや、頑張って1000回混ぜた甲斐がありました。ふわふわでシュワシュワのふわふわスフレオムレツ、皆さんもぜひ作ってみてください。